お疲れ様です。いつも私が先にいるのにおかしいと思っているな。すぐ近くにいるんだけどな。いつも照れさせられてるお返しだ。油断したとこを思いっきり驚かして。どこ行っちゃったんだ。まあいい、帰ってきたら脅かしてやろう。びっくりするぞ。先輩、なんで段ボールに入ってたんだろう。あ、驚かそうとしてたのか。よし、それなら。先輩、俺がすごい驚きをしてみせます。どうですか、油断だらけのこの背中。なんか圧があるが、3、2、1でいく。3、2、1。うわ、うわなんだ先輩でしたか。びっくりしましたよ。はい、だろう。はい、それはもう。もうこいつを脅かすのをやめとこう。おりゃ、ほい。くそ、なかなか取れないですね。そう思うなら手伝え。飛び跳ねる先輩が可愛かったので。取れ。はい。この本がどうかしましたか。いや、これが欲しかったわけじゃない。掃除してんの、部室の。なんでまた急に。タケルも入ったし、もうすぐ年末だしな。大掃除するにはいい機会だろう。確かにここ壊れたものとかいらないもの多いですよね。物置にでも運びましょうか。ここが物置だ。そうでした。ちゃんとした物質欲しいな。寒いんですか先輩。うん、しまった、寒いとか言ったら歩夢のことだ。俺の学ランをどうぞ。とか言って私がまた照れちゃうこと。じゃあ、どうですか。うん、まああったかい。でもさ、これ見た目がなんというか、拾ってくださいみたいになってない。なってませんよ。間があったぞ。パン食べますか。やっぱなってんじゃないか。凶暴だな。動くと一気に熱くなるな。ここ将棋部でよかったかな。蛍光灯持ってきたんだけど。ありがとうございます。はい、よろしくね部長さん。そうです、部長です。はい、じゃあね。そっか、部長に見えちゃうか。そうですね。じゃあ俺が取り替えます。待て待て、平部員、ここは部長の私がやってやろう。いや、でも先輩だと。大丈夫、これで届く。
先輩？いやいや、待て待て、違うから。机の上に椅子置いたら余裕だから。危ないですよ先輩、やめてください。やだ、私が取り替えるんだ、部長だから。お、ん、こんなの入ってた。サンタですか。かわいいな。もうすぐクリスマスだしな。先輩はクリスマスどうするんですか。別に何の予定もないの。ケーキ買って食べるくらい。アイモは？俺も同じです。よし、だいぶ片付いたな。はい。やっぱ二人だと早いな。二人だと？前にちゃんと掃除したのは入学式前だからな。ああ、なるほど。先輩一人でしたもんね。つまり前回は、俺のために一人で掃除してくれた、と。なんか、恥ずかしい言い方するな。ありがとうございます。こちらこそ。先輩、やっぱりちゃんとした部室欲しいですか？なんだ？急に。ここは物置かもしれないけど、先輩との思い出がたくさんあります。もし正式に部になって部室がもらえるとしても、先輩との思い出の詰まったこの物置で俺は将棋を指していきたいです。ほら、片付けの続きするぞ。はい。座布団取れ。本を取ろうとしていた時みたいに頑張ってみてくれますか？私の恥ずかしい思い出作ろうとするな！あ、ちょっと。お疲れ様です。どうしたんですか？見ろ、これを。ああ、トナカイもあったんですね。そうそう、掃除の後見つけてさ。違う！え？こっちだこっち！テレビと DVD プレイヤー。ああ。物質が華やかになっただろう。これも大掃除の時出てきたやつですよね。使えたんですか？私もゴミかと思ったけど、繋いだら使えた。せっかくだから何か見たいんだけど、肝心の DVD がないんだよな。あゆむ、都合よく持ってたりしないよな。ありま、いや、持ってないですね。絶対持ってるだろ。いや、持ってないです、本当に。で、なんで学校に持ってきたんだ？友達に貸していたのが今日帰ってきて。ちょろすぎるだろう。しかし、なんで隠すんだよ。戦隊ものとかアニメか？いいぞ、そんなの気にしないし。いや、本当にこれは。ん？はっ！じゃあ、いいや。察していただけましたか。そうなんですよ。だから見ない方がいいかと。そういうのどこで買うんだ？主にネットですね。ああ。最初はあまり興味がなかったんですが、試しに見てみたらハマってしまって。今では新作が出るたびにチェックしています。先輩は、こういうのはやはり苦手ですよね。そう。さあ。知るか、見たことないし。そうなんですか。なら見てみますか。案外好きかもしれませんよ。今、ここで？はい、どうですか？何言ってんだこいつ！こんなところで見れるか！いや、でも、
ここで引き下がると先輩としての威厳が。わかった。では俺のおすすめ。ゾンビ1億人大行進です。どうかしましたか？いや、そっちね。そっち？いや、なんでもない。じゃあ見ましょうか。ちなみに見どころは、ゾンビに襲われそうになった主人公たちが。遊んでないでさっさと部活するぞ！参りました、はあ、どうした？いつも以上に落ち込んでるな。今日で今年最後の部活だというのに、未だに全然ダメで、いつになったら先輩に勝てるんだろうかと。おお、なるほどな。じゃあ駒落ちでもするか。つまりハンデ戦ということですか？今まで平手がいいって言うからそうしてたけど、さすがに年内全敗は嫌だろ。勝ちたいって言うなら駒落ちでもいいと思うぞ。でもそれって勝ったことにならなくないですかね？いや、勝ちは勝ちだろ。勝ちは勝ち。わかりました。びっくりした。お願いします。すごい気合入ってるな。さあ、早くやりましょう。おう。先輩はクリスマスどうするんですか？もしかしてクリスマスに誘う気か？よろしくお願いします。先輩？はい。先輩の番ですよ。ああ。とにかく今は将棋に集中。集中、集中。できるか！これって棒銀？はい。先輩に借りた本に、六枚落ちにはこれが有効だと書いてあったので。得意の守りじゃなくて攻め。そんなに勝ちたいのか。面白い。任せるもんなら、任してみろ！歩む。本気でやるぞ。もちろんです。そうでなくては意味がないので。抜かせ！餌だ。食いついてみろ。バレてた？クソ。じゃあこれはどうだ？勝負だな。はい。そのせいか、今までで一番先輩と対話できている気がします。そうだな、私もだ。
6枚落ちとはいえ、関係なくいい攻めだったぞ。参りました。あーん、でも悔しいな。と金を作らせずに一回受けておけば。終盤まで互角だったんだけどな。互角でしたね。まあ、だから余計悔しい。でもやったな、ゆむ。初勝利、おめでとう。先輩。ん？俺、先輩に将棋で勝ったら伝えたいことがあったんです。あー！将棋が面白すぎて完全に忘れてた。分かっているぞ。私をクリスマスに誘うんだな。よし来い。先輩として余裕の対応を見せてやる。なんだ。先輩、俺は。ゴミ回収しに来たよ。ありがとうございます。はい、どうも。遅くならないうちに帰りなさいね。はあ、じゃあ帰るか。はい。あ、サンタ。ん？かわいいね。なあ、もうすぐクリスマスだもんな。うん。お前はその聞け、クリスマスの予定を。男ならズバッと。クリスマスなんか用事とかあんのか？ないよ。なら、どっかにイルミネーションでも見に行くか。いや、人の多いところは。そうだよな。クリスマスは家でケーキ食べて。そうだな、それがいい。俺もケーキ買って自分家で食うとするか。一緒に食べるんじゃないの？いや、一緒に食う。終業式も終わっちゃったな。一年あっという間でしたね。あ、どうした？部室に置いてあった置物と似てますね。ほんとだな。先輩。なんだ。先輩が77歩と打った時、同角は危ないと思ったんですが、9五角としたらどうでした？7九香成で銀取って、同金に8四銀と打つかな。なるほど。それでは勝てなかったかもしれないですね。先輩、さっきの話なんですけど。え？あ！俺。あ！先輩に平手で勝てるくらい強くなりたいです。ことってそれ？はい。それでは良いお年を。良いお年を。じゃあな。緊張しすぎて誘えなかった。
変じゃないかな。似合ってるって。今年もいっぱい甘酒飲むぞ。好きだな。あゆむも初詣してんのかな。修行式から連絡ないんだよな。そもそも普段から連絡取り合ってはないんだけど。田中くんのこと考えてるな。ま、違う。あゆむのことなんて別に。ああ、なになに、いつの間に名前呼び。いや、これは田中くんとばったり会えるといいね。あのな、そんな偶然あろうって。先輩方、明けましておめでとうございます。わあ、明けましておめでとうございます。明けおめ。あの、よろしければ俺もご一緒していいですか。私めっちゃ甘酒飲みたくなってきた。なのでしばらくうるし預けます。おい甘酒。すみません、なんか邪魔したみたいで。いや、マキはああいうやつだから。じゃあ行こうか。はい。しかし偶然だな。一人で初詣来たのか。いえ、どっちでもないです。え、タケルと桜子と来てたんですけど、俺だけ残りました。先輩を待とうかと。私が来なかったらどうするつもりだったんだ。連絡しろよ、待ってるなら。びっくりさせたくてしたけどさ。ふんぱった。先輩、終業式の日言いそびれたことがあるんです。ん、そのクリスマス一緒に過ごしてくれませんか。おっそ、とっくに過ぎてるぞ。はい、すみません、あの日緊張して言えなかったので。でもどうしても言っておきたくて。わかった。じゃあ今年のクリスマス開けとく。ありがとうございます。しかし神社でクリスマスの話ってどうなんですかね。お前が言い出したんだろ。うわ、今日って歩は大吉です。願い事叶うかな。心配になってきたぞ。先輩は何をお願いしたんですか。正式な部になりますようにだ。だと思いました。大丈夫です、叶いますよ。うん、ありがとな。そういやお賽銭えらく奮発してたよな。歩は何願ったんだ。先輩の願い事が叶いますようにです。